どうも、浅岡園芸です。今日は3分でわかるポトスの育て方を伝授していきたいと思います。ポトスを育ててみたいけど自信がない、そんな方でもこれを見れば大丈夫。おしゃれで簡単なポトス、ぜひチャレンジしてみてくださいね。では行ってみましょう。どうぞ。ポトスの原産地はソロモン諸島や東南アジアの熱帯雨林地方です。暑さには強いですが、寒さは少し苦手なので、お部屋の中でも比較的暖かいところで育ててください。どこ？って今思いました？簡単ですよ。人が生活していて快適なところがポトスにとっても最適な空間です。具体的にはリビング、ダイニングですね。一日中真っ暗なトイレや光が当たらない玄関などは避けてくださいね。次に水やりです。季節や置き場所によって成長速度や乾き具合も違うので一概には言えないですが、1週間から2週間に1回土が乾いたらたっぷりあげてください。私のおすすめはトレーやボウルに水を張って鉢の底から吸わせる方法です。キッチンやお風呂場でやれば準備片付けも楽ちんですよ。8時間くらいあれば葉っぱがしっかり元に戻ります。このやり方なら忙しい方でも簡単にできますよね。お出かけ前にやっておけば帰ったら元気いっぱいのポトスがお出迎えしてくれますよ。毎日霧吹きのイメージなどがありますが、そこまでやる必要はないです。ただ葉っぱにホコリが溜まってくると光合成の邪魔をして成長しにくくなるので、たまに濡れたティッシュなどで拭き取ってあげてくださいね。たったこれだけの管理でまずは大丈夫。ではおさらいしてみましょう。置き場所は人が生活していて快適なところ、水やりは葉っぱがしんなりしてきたら、あとは葉っぱの汚れを拭いてあげる。これだけできればあなたも簡単にポトスを楽しむことができますよ。お部屋にグリーンを飾ると雰囲気が明るくなり心も豊かになります。ぜひポトスでほんのひとときの癒しを感じてくださいね。このチャンネルでは浅岡園芸で育てている観葉植物の育て方をビギナーの方にも分かりやすくお伝えしていきたいと思います。観葉植物をおしゃれに簡単に育てていきたいと思っている方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントなどいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。インスタグラムもやっていますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。